さあ、同じくビラとなりました。盤がどうなるか気になるところですが、まずはデトネーションゲーミングの盤からです。そうですね、DNG としては、まあ、先ほど野良連合だったりファブゲーミングだったりの試合中もそうだったんですけど、遊撃部隊と現地守りの人、選手がそちらの動きが分離しちゃうことを極力避けていきたいんですよね。なるほど。まあ、まずはトッケビ、デトネーションゲーミング、トッケビずっと固定版なんですかね。そうですね、かなりの確率でバンしてますね。はい。そして次がノーセプションの、版となります。ノマド。さあ、そしてもう一回ノーセプションの版となりますが、何になるのかというような形ですね。こう、防衛ですから、まあ、栄光、さらにはバルキリー、ミラなどいますが、今回はマエマエストスロト。バンと。さあ、そして最後がデトネーションゲーミングのバンとなります。ミラの方が今のところバン率は高いですが、高いですね。そうですね、ビラに関してはミラーを嫌う傾向、どのチームも強いですよね。やはりミラがバンされていくと。まあ、書斎から攻めたりとかっていうのが一切できなくなっちゃうのは痛いですからね。そうですよね、挟み込みの動きがしづらくなりますよね、ミラがいることによって。さあ、これでファーストラウンド開始となりますが、現在ゲームオンが、ちょっと不調とのことなので、修正中となります。さあ、1回実況席に戻りましたか。まあ、まずはファーストラウンドどうなるかというところですけれども、まあ、あとは変更点といえば、シックスインビテーショナル自体、本戦自体が期間が変わりましたね。今までは1週間で3日間グループステージ、1日休憩の3日間本戦というような形だったんですけれども、3日間グループステージやって、1日休みの2日間、トーナメント、決勝トーナメント、8人による決勝トーナメントもあって、さらに1日空いて3日間というような形なんで、全部で8日間戦うような形になるので、本当に長期化、長期間になりますから。いや、これは体調管理でもかなり大事そうですになっね、てま体調すよ管理ね。も大事ですし、相手チームの研究も本当に大事になりますね。よくその世界大会の現場を経験した方が、よく岡山さんもそうなんですけど、よくおっしゃってる、海外チーム対策研究が早すぎるといういや、ところ本当がに。かなり重要というか、鍵を握りそうですよね。もうその日のうちに、はい、まあ、動画を全部見て、相手チームに対する対策であったりとかを撮っているので、リアルタイムで作戦がバレていく。リアルタイムでバレていく。で、さらには、まあ、どの試合に関しても手は抜けないので、世界屈指の強豪チームが集まってますから、から作戦を隠すということが一切できないんですよね。自こん分な感じで、はい。まあ、どういうふうに対応していけるか、なのはい。で、まあ、野良連合みたいに対戦相手を見つつ、作戦を変えられるチームはかなり、まあ、有利かなという気はしますね。そうですね、野良連合、そうですね、自分たちの持っている作戦プラス敵の作戦を見て、その自分たちの持っている作戦に含みを持たせるっていう動きが、野良連合、非常に上手ですよね。さあ、そして同じくヴィラノーセプションですが、初彩詰めもかなり早そうですが、逆サイド詰めも大きそうですね。スピークイージー、さらには、X ボルズあたりが逆サイドに入っています。ただ、シグナルディスラプターが入っているので、ちょっと現地見えるかなと思って、コッポヒコがヤフーを落としました。逆にこれはゴーヨのボルカンシールドを使ってゴーヨが落ちると。なるほど、ここで耐えていたところコンカッションでやられましたかね。ライフラインで流れてるので、そのままコッパ一本、当たりましたね。ヒステイクス並みの突破力を生かしてフェバーも体力が減っていきます。逆サイドからの詰めを待たずして、ノーセプション、書斎からの詰めを見せているような状況になっていますが、ここでノーセプションも、現地から詰めていくような状況。ユラのカメラはまだ書斎にはありそうですね、先ほどつけていた。はい。
さあアロエリーナもう一人、コッパヒッポに関してはとりあえず詳細にキープでいいですかね。そうですね、とりあえずコッパーヒッポが現地に対して少し威嚇射撃を与えたことによって DNG 側の選手たちは若干現地寄りに寄らざるを得ない。ただここ X ショットガンレンジで守っていますが、ボルザイラーを落としました。そのままレイラがボルザを落としましたが、ここペバーが詰めてきたところ。ただアロエリーナも現地に入っていました。ただ 1V2 の状況、レイラがクラシックホールに入ってきています。マリンスカイも逆サイドで見てはいますが、これディフューザーはどっちにありますかね。ディフューザーはアロエリーナ、あれ持ってますね、はい、さあ設置をカウンター裏では入れています。音聞こえてマリンスカイも詰めますが、2人で一気に詰めてくる。ニトロも残っています。ここはまずアロエリーナ1人落としましたが、ニトロが刺さった。これはちょっとどうしようもないですね、はい、ニトロを投げる時間をしっかりとフェバーが、持っていったと。 2V1 だったんですぐに詰めることも可能だったんですけどね、あえてプラント完了させてから詰めましたよね。非常に上手ですよね。プラント直後っていうのは攻撃がどうしようもない体勢というか、そうですね、視点移動的にどうしようもない時になってくるので、そのどうしようもない時を狙って 2V1 1人射撃1人 C4 でうまく詰めていきましたね。ただアロエリーナも詰めは本当に綺麗でしたね。そうですね、現地以外のところが落ちた段階でもう無理してでも現地に詰めていくといった動きがかなり綺麗でしたね。さあ DNG1 ラウンド取ったことによって記念彫像に変更していきました。守るポイント、そしてユラがリージョンから毒に変更と。やはりこの選手も本当に打ち合い強いオペレーターで、打ち合い強い選手ですからね、はい、そこに打ち合いの強いオペレーターを持ってくる、持っていくと本当にユラは特に相手が意識してない方向から入るのがとてもうまい。そうです、上手ですよね、選手なので、まあ、足が速いオペレーター使うかなって思ったんですけれども、まあ、単純に打ち合いも強いので、はい、毒で守っていこうというような感じでしょうか。結構狭めに守りますかね。書斎、あ、でも書斎側も補強は入れてますね。ヤフーが1枚ずつの補強を入れています。コッパヒポがこれはドローンを置いているので主催から攻めていきそうな形ですが、ヤフーは下がります。113のような形で湧いています。ノーセプション、さあどのように詰めるかですが、主導体はやはりスピークイーチの火花がいる、サンドポジションでベッドから詰めていきそうですが、コッパーヒッポボルトの2人がどのように詰めるのか気になるところですね。あとは、まあ、サッチャーもいるんで突き上げは無理にしなくてもいけそうではありますが、そうですね、今回は窓とトッケビ攻撃側がバンされてますね。サッチャーは使えるっていう点ではかなりノーセプションとしては自分たちの思ってる通りにリソースは割いていけそうですよね。ただ不穏な開け方が出ています。コッパーヒッポ、さらには X の2人が書斎側からの進行を試みているんですが、カウンター裏に1人、さらにはもう1人入っていますか。これはミュートのマリンスカイですかね。 DNG もともといたこちら逆サイドの書斎側の守りに対して逆に人数増やしてきました、ね、増やしましたね。ペーバーも入っています。ここ付き合う選択肢を今のところは取っているのがノーセプションです。ただコパヒッポがフェバーを落としました。ユラがクラシックホールラペリングに気づいてかそこを見ていますが、今のところ入ってはいません。そのままマリンスカイは下がりましたね。これどこの車線ですかね。この車線はベッド側からなんですかね。そうですね、このミリオスピークイージかなりのダメージを与えてきました。ただ残り時間は1分10秒なんですが、ボールズがユラのピークをしっかりと抑えています。これで逆サイドにいる、防衛はいなくなりましたので、X コッパーヒッポの2人が詰めることはできそうです。ここ少し気になるのがノーセプションが DNG 側
が反対側を重点的に守っていたことに対してさほどリソース割いてないんですよね。そうですね。これちょっと DNG 側の狙い外れることもあるかもしれないですよね。さあ別途これ DNG 一気にリテイク取りに行こうとしたんですが、アロエリーナがしっかり見ていたマリンスカイを落とす。ただもう一人いますよ。そこもしっかりと分かっていきますが、アロエリーナに関してはヤフーがしっかりと落としていきました。ただ2オン4のような状況、レイラが天文界上がって別途と天文は取れています。設置が入っている、ロックの車線も通っている。天文から詰められるか、レイラさらにはヤフーの2人、設置は通りました。コッパヒポがヤフーを落として、残るはレイラのみ。位置もバレましたね。最後はスピークイージーがレイラを落とすと。サッチャーが逆サイドから詰めるんですね、はい、そうですね。バンディットのショックはやったので主導体の方行くかなって思ったんですけど、まずは逆サイドを広く守っているのであれば、そこを取り切ることによって自分たちが優位に進められるような陣地を増やしていこうといった狙いがあったので、まずはサッチャーを逆サイドから配置して、まあ、余裕があればベッド側に回してベッド側からも車線を開けていこうといった形はあったとは思いますが、今のラウンドに関しては DNG は結局逆サイド重点的に守って、できればガジェット、敵のガジェットも割きたかったんですけど、まあ、結局打ち合いに終始しちゃったことによってノーセプションはそれほどリソースを割かずにして逆サイドを広く取れることができたので、かなりノーセプション優位なラウンドの進行の仕方でしたね。まあ、使ったとしても、ライフラインぐらいでしたからね、はい、そうですね。あそこからノーセプションが1枚2枚カットされたとしても、どうにでもノーセプション側はどうにでもできるようなリソースの残り方でしたね。補強カビ一切割らずでしたからね、はい。さあちょっと記念は辛いという判断でしょうか。 DNG はダイニングキッチンに変更してきました。ノラレンゴファブゲーミングとは違い、2階を守るような動きを見せていますね。はい。先ほどからユラのこのカメラが、ノーセプション側の進行をある程度把握しているような形で、まあ、いい有効活用がされています。さあアクションフェーズスタートとなりまして、ノーセプション側はこれは2階を取ってもおかしくないんですけれども、突き下げできるオペレーターが増加、いやただ IQ もクレームは持ってきています。平面展開ですかね。ゾフィアがブリーチングチャージを持ってきているのでできなくはないですが、そこまでプレッシャーは与えられなさそうですね。マリンスカイが決め打ちをしてきているのは分かっていますが、伏せて見ている。さらにはかなり近い位置で見ています。これは気づけていないでしょう。スピークイージー、いいタイミングでのスピークをしてきました。サウンドプレーでしたね。さあフェーバーこれ焼くことはできないでしょう。インパクトを使って何枚かは壊せましたかね。突入経路を作りましたね。作れましたね。ただユラがコッパヒップを落としました。フェーバーがそのままアグレッシブなピークをしてきていますが、ここは伏せて見ています。 X 素晴らしいカバー。ここはヤフーも落とす。スピークイージーのドローンをしっかりと対応しました。レイラこれウォークインですか。いや気づけていない。さすがにここは気づいて2人見た。さらにディフューザー持ちました。現地は取られているんですけれども、上で守るような形、ディフューザーも落ちています。これはちょっとノーセプション痛い。現地が取られてはいるんですが、2階のディフューザー、ただ外にあるところを守れますかね。ここはもう DNG の得意とした飛び出しバンバンしていきたいところではあるんですけど、人数イーブンなんでね、かつ体力状況を考えてみればちょっと飛び出しでピークしていくのは怖いところですよね。さあディフューザー取りに来たところ、まずは C4 で落としたいんですが、ただこのまま耐えてるのも怖いですよね。どこかで腹をくくって勝負をいってもいいのかもしれないですね、 DNG 側。さあ気づきました。これは、レイラーの位置ですね。ただそこに対してユラがカバー入れています。天文からも詰めてきているのが X、
残り時間20秒殲滅を目指すしかないですか。ノーセプション、あまり時間をかけられないですね。足が見えたとこを潰したいんですが、足が見えている。ただここはカバーが入りました。インジャーは持っていったんですが、ユラがニトロセルとそれのカバード。ノーセプション4対2だったんですけれども、ちょっと惜しいラウンドでしたね、うん、はい、レイラがうまく状況をひっくり返しましたね。さあこれで2ラウンドを取りました DNG。 飛行展示娯楽に今回も入っていきます。この2チームの戦い、どちらかといえば現地というより、はい、現地の逆サイドで何かが起きて、そこでまあほとんど決着がつくような形になってますね。そうですね、なんかあまり予想できなかったバチバチの打ち合い寄りですよね。そうですね、はい、まあ、ここはそうですね、はい、ノーセプションのピックマップなんで、はい、DNG は3ラウンドは取っておきたい、はい、ただノーセプション側としても先ほどおそらくピックマップだったであろうクラブハウスが取られてます、ね、しかも7人という大差で取られてるのもあって、そうですね、ノーセプション確実にこのまま取りたい。取りたいですね。取らなきゃ負けなんで、まあ、取らなきゃいけないんですけど。取らなきゃいけない。さあ先ほどは自分のボルカンシールドをライフラインで壊されてやられてしまったヤフーですが、今回も同じような位置にはボルカンシールド置いていますかね。そしてもうあと2つをどこに置くのか。5 seconds left。フェバーは今回書斎に近いところに現在は入っています。赤階からの進行に対して見るような形でしょうか。ボルカンシールド残り一つです。これは狩猟保管室からある程度移動の幅を広げることができるシールドを一つ展開と。今日に関してはどのチームもボルカンシールドはなんていうか爆発させる用途で置いているというよりは自分たちの強ポジを増やすような用途で置いていることがよく見られますね。そうです、普通の展開型シールドのような形で置いてますね、はい、さあこれでまず一つクラシックホールドを壊しましたが、フェバーは、少しダメージを負っただけで逃げることに成功しています。コッパーヒッポがダメージ、まあ、先ほどのフェバーとの打ち合いで追っていますが、1階に入っていますが、そのままクラシックホールのロックに入りますか。となると逆サイドからの押しがかなり重要ですよね。2人レイラー、さらにはマリンスカイの2人がここには入っていましたが、レイラーは早めに引きます。残り時間1分30秒の状態でノーセプション、この進行具合は少し厳しそうな形をとってますね。さあクラシックホールにいるのを見つけましたが、ここはさすがにピークしてこないでしょう。このサッチャーの X が赤回を抑えられるかどうかでかなりここ決まってきそうですね。変わってきそうですね。さあそこに対してフラッシュバーを投げてるんですけれども、 X がまずはレーラー落としました。ただここカバーが入りましたが、ここは X やられずにそのままマリンスカイを落としましたね。これは大きいです。残り時間は1分。 この状態で書斎、ただフェーバーがアロエリーナ開けているところ、書斎に入ってきて潰しましたが、ここは、ラペリングからのエントリーで入りました。書斎には入っています。あとは現地にいるユラ、ディフューザーは回収できる場所には入っているんですが、残り時間40秒、さらには体力状況がかなりノーセプション厳しいです。いや見てます、使われています。この穴フェーバーがアロエリーナが開けた位置から見ていましたが、ちょっと進行できないかノーセプション。ただここ落としたのはでかい。フェーバーが落ちました。残るは現地にいるユラのみ。位置がバレましたね。ここは前に詰めてきますが、1人落ちました。もう1人コッパヒポいるのをバレていますが、もう1人落ちてディフューザーが落ちましたが、素晴らしいカバー入りましたね。 X がかなりいい仕事しましたね。
要なチームに抑えてほしいところを的確に抑えて、かつ自分も生き延びてくれるっていうかなり大きな仕事を果たしましたね。あそこ赤がやられていたら DNC のラウンドだったと、はいはい、いうような形でしたが、これで2対2と。そしてかつ初祭からアロエリーナが開けたピーキングホールをフェバーが利用してたんですけど、あのままフェバーがあそこに滞留できてしまうとチーム攻めれなかったので、 X がうまく起点を利かせて、このSKYですかね、はい、あそこを登っていくことでフェバーをカットして、チームがうまくポイントの中に攻めることができましたね。取られた場所もう一回取り返すのが強かったですね、はい、初祭強かったですね。さあ DNG2 回記念醸造に入っていきました。今回は下で動き回りそうなオペレーターピックにはなってますね。まあ、DNG が結構得意とするローミングを多めにしようというような形ですかね。フェバーも入りそうです。存分に活かしてはきそうですよね、ピックを見る限りでは。まあ、普段であればユラもそうですよね、はい、遊撃に出るような形になってます。そうですね。マリンスカイはミュート、さらにはヤフーがこれはパルスを持ってくると、キッチンで突き上げを狙うんですかね。キッチン突き上げ、初手は地下でも面白いかな。地下でいて心拍センサー回しつつ1階の遊撃を動かしたりとかでも面白いかなとは思うんですけど、それだと現地の枚数がちょっと薄くなってラッシュを仕掛けられると厳しいかなっていうところはあるので、このパルスの使い方次第ですよね。ただ今現地はレイラオンリー、逆にノーセプションは逆サイドで守られていたので、今回は一気に現地詰めていきそうな形のバックポイントになってますね。そうですね、とりあえずズコッパーヒッポーが逆からおそらく詰めて一人で詰めていくかなとは思われるんですけど、これに関してはさほど重要ではなくて、まあ、デスありきのチームの動き方をするのではないかなと。ただそれを分かってか DNG もある程度下がってきました。3人現地とヘバー、さらにはヤフーの2人が逆サイドに入るような形になっています。 DNG 切り替え早いですね。ですね、ユラが、まあ、212のポジションになりますかね。ユラが戻ることもできるし、まあ、初祭側で、対応することもできると。ただ初祭に一切入っていないので、これは現地に詰めてくるだろうの判断でしょうか。ちょっとただ現地詰めるにしても少し滞留して戻る時間与えちゃってますかね。そうですね、これだけドローン回ってサッチャのインピンを爆発したってなれば、さすがに現地に意識が重く向いてるだろうっていうことは察することはできますからね。逆サイドから見ていますが、ここ普通に打ち合ってきます。防衛もヘバーですか。さあスピーク維持見ていますが、残り時間1分25秒ベッドからの射線を開けることは成功しました。さらには、ウォークインから天文に対してロックの射線を開けることも成功していますが、コッパヒッポがそのまま、ライブドローンのような形で入りますか。ただヤフーが下からニトロセル落ちなかったですか。ニトロは投げたんですけれども落ちず、ただ天文界上がってきますよ。入ってきますかね。ベバー落としました。そのままもう一人落ちればなんですけれども、天文界にいるヤフーも落とします。ユラがただこれはどこから抜いていきましたか。 X が落ちる、レイラ、ユラが守っています。マリンスカイも行きたかったんですけれども、スピークイージー、ここはロックでユラを落とします。レイラもコンカッションを食らっていますが、マリンスカイがアロエリーナを落とします。もう一人落とせればというところだったんですけれども、スピークイージー素晴らしいカバー。残るはレイラの位置ある程度バレているでしょう。ここでドローン、足が出ている。ただここはインジャーには入らず設置も完了。ドローンもバレたでしょう。位置はバレています。素晴らしい。レイラただ一人は落としました。ボールズを落としましたが、コッパーヒッポがナイスカバーと。やはりノーセプションいつもきっかけを作るのはコッパーヒッポですね。いやー本当に強いですね。いや本当に強いですね。今日本で一番熱いぐらいの選手ですよね。勢い一番ありますからね、この選手。さあこれでノーセプションが3ラウンド目取りました。組み立てにちょっと停滞しちゃったかなっていう場面でも、コッパーヒッポが独力で打開してくれるので、かなりノーセプションの攻めにはかなり効いてるというか、助かってるのではないですかね。サポ特にサポーターが助かってると思いますね。
まあ、自分がやられたらダメなんだけれども、ここは潰しておきたいところをしっかり潰してくれますからね、はい、かつカバーのしやすいところでデスすることがコッパチコ多いので、かなりかなり優秀な選手だなっていうのは打ち合いの位置も、はい、完璧と完璧でしたね。さあ DNG は先ほど、まあ綺麗にではないですけれども守りきれたダイニングキッチンに変更していきました。ここのラウンドを DNG が取れれば3対3の折り返し、ノーセプションが取れれば2対4の折り返しとなります。やはり DNG は今回も2回を守るような形を取っていますね。そしてカメラはまだ2個ブラックアイを持ったような状態、先ほどは多分外に投げてたんでしょうかね。1個今回は室内重視で、室内重視になりますか。ただブラックアイはまだ残しています。そしてフェバーのパルスは1階に入っていると、結構1階に4人に入るような形、レイラのみが遊撃ですかね。そうですね、はい、現地早めにやられてしまったっていうのもあるので、現地に枚数を置きつつある程度平面広く展開するので、まだ上へのリテイクっていうのはあまりカメラとかも置いてる様子はなかったですし、そのままでいかないような感じはしますけどね。今回はそこまでピークはしてきませんマリンスカイ。ただ3出すようなところの動きは見せています。そして注目のところコッパヒッポに関しては2回を攻めていきます。2回は天文会と記念に1人ずつというような形、それも引けるような位置取りではありますね。防衛側さあベッドには入っていないので、そのまま、突き抜けをしていこうと、そこを倒してきたところを落としたかったんですけれども、スピークイージーがマリンスカイを落としました。フェバーが下からでしょうか、コッパーヒップを落とします。これで突き下げ要因を失いましたかね、ノーセプションは。そうですね、さあここはブリーチングペレット開いたことによってフェバーが心拍センサーでその位置を見ています。見えるか、ここは綺麗に下がりましたね。ただウォルズがショックワイヤーを壊すことで成功したので、ここは普通に開けることはできそうです。ちょっと停滞している残り時間1分、スピークイージーがそのまま地下から入っていきますが、ここにはパルスがいるぞ。フェバーがしっかり見ています。これはちょっとパルスとしても UMP の、おっカバー入りましたね。レイラがスピークイージー下落としました。そしてユラがロイリーナ落とす、さらにはユラが天文界そのまま上がりきった。残るは X のみ、勇士を殴ったことによって1暴れたでしょう。ニトロセルを飛んでいきます、上からも来ます。ちょっとどうしようもない。これは DNG 相手が残り1人となると、この爆発力もうイケイケドンドンですね。ハンドガンでフリック抜いていきました。めっちゃいいゲームでしたねさあこれで3対3の折り返しで攻守交代となります。今のを見る限りだとどっちの方が後半戦取っていくのか少し分かりづらい。そうですね、一進一退な感じが結構するので、まだどちらの流れでもないような感じはしますね。さあ飛行展示娯楽に入ってきました。そしてアロエリーナ、やはりちらっと見せていたクラッシュ第6の選択フェーズで変更してきましたね。ノーセプション、他とはちょっと違った守り方をしてくるので、それに対して DNG がどのように対応するのか気になるところです。自分たちの得意としている打ち合いっていう戦場に持ち込んでいくのか、なので打ち合い以外で解決していくのかっていうところが DNG としては見どころですね。そうですね、まあ、1点突破をできるのであればノーセプションでも結構刺さりそうですけど。そうですね、結構広く守ってる印象は強いですからね、はい、ただ今回は狭く守っていきそうな感じですかね、はい。
かなり要所のみを守るような感じは見受けられますね。プラスで SW は、1枚補強せずと娯楽側下の補強も入れてますね。ピアノの方ですかね。スピークイージー下からの突き上げ狙いでしょうか。X に関しては有刺鉄線も置いてこれは S 階段を守りそうな雰囲気です。はい、ああなるほど。展開型シールドを置いてやはり守りそうですね。先ほどノラ連合の試合でもパピリアが見せていたような展開シールドの位置ですね。そしてそれに対するもう一つ射線を出していこうと現地からのピークをできるような位置にも置いています。ただ DNG は逆サイドから詰めていくのである程度ここの初祭の、戦いは最後残り1分ぐらいになるまではなさそうですかね。そうですね、最終的にクロスを組みに来るであろう人と選手と打ち合いが発生するかもしれないですが、それまでは少し発生しないかもしれないですね。さあ早いですね。ヤフーのドローンを頼りに入ってきていますがコッパーヒッポがかなりダメージを負っています。そしてクラシックホールからの進行に関してはアロエリーナが見ています。裏の進行もかなり早いですね。もう LG クラシックホールまで入ってきています。そこに対してはいますね、この男アロエリーナクラッシュ。ただこれラペリングが入ったことによってアロエリーナやられるかなって思ったんですけど、もうこれはちょっとどうしようもない。縦で防いだ一瞬2方向からの爪引くタイミングをちょっと間違えましたかね。赤階からスピークイージーが打ち込んできたんですが、そこに対しては DNG も車線でカバーします。そしてクラッシュ潰すために的確にラペリング入れたヤフーが上手でした。チームからのオーダーもあったんでしょうかね。ただここは一気に詰めてきたところですが、エクスボルズが2人落としましたが、マリンスカイレイラがボールズ突破ヒップを落とします。一気に1点突破、これがノーセプションに対して刺さるやり方なんでしょうか。カウンター裏での設置を目指します。そのまま設置は入るでしょう。ヤフーが X を落として 3on1 の状況です。見つけたところですが、ここはスピークイージー位置がバレました。ここはヤフー素晴らしいエムです。綺麗でしたね。おいエム、1点突破、しかも予想もしないタイミングで入ってきましたね。もうとんでもない破壊力で一人ボルズ落とすことは成功したんですけど、ああそれでもスモークの継戦能力じゃどうしようもないような圧のかけ方でショットガンのもう一発撃つまでの間にもう一人二人と入ってきて、はい、もうどうしようもなかったですね。どうしようもなかったですね今のは。ちょっとノーセプション場所変えますか。記念彫像に変更です。アロエリーナもクラッシュはやめてリージョンと、ある程度敵の攻め方の策的というか情報収集といった面もあったのでしょうね。これでオペレーター構成と脇位置等を見て、ま、今回も裏から攻めてくるよかもしれないといったことが、ま、情報は得られたのでとりあえず防衛地点は変更しましたね。まあ、やられたラウンドとしても次につながるような情報収集をしたと、はい。ノンセプション今回は、デトネーションゲーミングと同じく初祭側補強を入れています。ただデトネーションゲーミングのドローンの位置的には、NW 結構現地に近いような位置に2つほど入りましたね。少し前までの DNG でしたらもうすごく逆サイドからもうここも展開していくかなと思うんですけど、ドローン見る限りだと今のところ全員現地に近いところに戻しています。そして4人が同じところから湧いています。ヤフーも逆サイドは行かなそうですね。それこそ少し前でしたら広く取ろうとしてエントリーするところでフェバーだったりユラのエントリーが浮いてそこでカットされて人数不利を作らされて結果ラウンド取得がちょっと自分たちの打ち合い頼りというかマンパワー頼りなところになって不安定なところはあったんですけど、今日の DNG を見る限りだとかなり自分たちは
やりたい打ち合いを一点集中というかかなり局所に集中させて発生させることでかなり攻撃の成功率高めてますよね。そうですね、ここもちょっと予想もしないピークだったんですけど、はい、まあここはベテラン、そして打ち合い最強と言ってもおかしくないアロエリーナ、おじさんがアロエリーナ処しましたね。いやー本当に強いですよね。いや本当に僕同いアロエリーナと同い年なんですけど、はい、なんで同い年でこんなエイムできるの羨ましい。さあ下からの突き上げで、落ち着きはさせないような位置には行きましたが、そこにいるのはアロエリーナなのでインパクトの動きはしてきそうですが、インパクトもしてこないですね。さあただ焼くことは成功、これで通ることはできなくなりました。そのままエクスカフェバーを落とします。逆サイドかな。フェバーは1階にいましたかね。そうですね、1階を詰めてきた。なるほど、そこから赤階詰めようとしたところを見ていましたか、はい、そのまま1階取り切ること成功。天文界に2人いますよ。おただもう1人います。詰めてきたところ1人2人と落としていくのがスピークイージー。素晴らしい。これでマリンスカイヤフーも落ち、残るのはレイラン天文、天文にいたところのみ挟まれましたね。ただここはボールズを落とす、いい決め打ちです。もう1人も落とした。スピークイージーも落ち 1v2。 アロエリーナの体力はかなり少ないです。ただここには妖怪ドローン、赤階登ったところコッパーヒッポがやられてしまうと厳しいですが、ここはグーマインがあったので位置がバレました。無理はしません。さあそのまま天文側から詰めていきます。ただ天文にもグーマイン、これで位置バレたでしょう。そのままベッドまで入っていったのがアロエリーナです。これはいい立ち回りですね。残り時間は28秒。ここコッパーヒッポが得られるとアロエリーナだけでは厳しいんですが、その状況を理解してかコッパーヒッポも強くは打ち合いに行きますね。そうですね、残り時間15秒。コッパーヒッポは下がって妖怪ドローンを使えばいいですが、使ってますね。さあ仕方なくの設置を入れています。ただ設置は通りそうだぞ。アロエリーナ少し待ちたいか。待ちたいですがここはコッパーヒッポ単純に打ち合ってきました。強い。さあこれで4対4のラウンドとなりましたね。いやなんか本当に一進一退でどちらに来るか分かんないですよね。どちらもなんかどちらの良さをそれぞれ出してて、そうですね、すごい面白い試合ですよね。突破力が高い DNG と、あとはまあしっかりとカバーの射線ができているのと、裏取りが今のところ刺さっているのがノーセプション側ですね。そうですね、それぞれがそれぞれの弱点をつくような形が綺麗に見えますよね。さあ飛行天時降落、もう一回戻してアロエリーナはもう一度クラッシュ。このクラッシュ生き延びることができれば、一点突破力は抑えることはできるんですけれども、ユラがちょっと怪しいオペレーター出してきました。きた、アマル、これは一回遊撃いなかったことを見てクラシックホール落とし度から上がってくる可能性もありそうです。ありそうですね。アマル狂気心理のチームに組み込むのってかなり難しいかなって、ね、ちょっと強いんですけど、これ国内におけるトップ選手であるユラが投入することによってどういった使い方ができるのかなっていうのは大方見えそうですよ。すごい期待感が、先ほどのラウンドも含めてアロエリーナのクラッシュ潰す用の本当にアマルと言ってもおかしくなさそうですからね。そうですね、アロエリーナが今回またここのクラシックホールに滞留するのであればかなりアマルは効きそうですが、アロエリーナが書斎の方にいるか、書斎から現地の方、現地から書斎の方を見ているとかだったらアマルはちょっと使えなさそうですね。はい、宝の持ち腐れになっちゃいそうな、ハッチ開けてるんで、あでも入ったところでかなり現地からの車線きついですよね。そうですね、プラスカメラも今回はありますから書斎入ったとしてもバレていきそうですが、ユラはまずは天文にそのまま入りました。ガラフックで上がっていきましたね。上がっていきましたね。あ天文外ですね、これはとなると1階からクラシックホールに対して落とし度上がりはなさそうですが、エントリーがかなり速くてまとまっているので
従来の DNG には見えないような綺麗さがありますね。そうですね、このフェーズ各々エントリーして、まあ、勝つかやられるかというような形が今までの DNG だったんですけれども、綺麗に一直線揃ってますよね。かなり綺麗ですね。カバーもできるような車線に入っています。フラッシュは今回は引いてますね結構、はい、先ほどやられたくないところでやられちゃったので、あ、やはりこの W ラペリングに対してクラシックホールは抑えたいけど W ラペリングからはやられないような位置でカロリーナを取ってますね。この位置や いられると厄介ですね。そうなんですよね、先に進めないですもんね攻撃側が。さあアマルは少し宝の持ち腐れになりましたが、下から X が付き合い外から上がってきました。これかなりの勢いを言いましたが、ユラが素晴らしいカバー入ります。 X 落としました。ただ下に下がらざるを得なくなりましたユラ。ただ逆にそれはいいのかもしれませんが、マリンスカイの位置、ここ綺麗ですね。アロエリーナ落としましたが、いやー縦の使い方がうまい。アロエリーナマリンスカイナイスカバーで落としました。これで 3-4-3、 人数が減れば減るほどアロエリーナのクラッシュは嫌です。さらに S 階の上でも控えている。ここはレイラが2人ごと持ってきましたが、アロエリーナクラッシュでダブルキル。残るはユラですが、これクラッシュの縦で持ってかれそうな体力ですよ。ちょっと長い時間ビリビリさせられるのは攻撃としては嫌な気持ちになる。さあそしてスピークイージャーも突き上げ警戒で先ほど1回言いましたね、アトリエ。はい、ここはもうシンプルに破壊回上がってきそうですが、これはちょっとどうしようもない、はい、最後はアロエリーナトリプルキルです。このラウンドアロエリーナやはりラウンド間で修正は入れてきましたね。クラシックホールの、はい、まあ、やられない位置で戻っていたと。あそこやられる位置だったらアマル刺さったかもしれない。そうですね、ただあの使い方見るに別にアマルじゃなくてもよかったような、うん、そうですね、アシューとかの方がユラに合ってたかもしれないですが、はい、そうですね。ちょっとこれは、1人落ちてしまったのでリホスト入りますかね。さあ1人落ちたことによって、DNG ノーセプションどちらも合意したということで、はい、リホソが入りそうです。4対5の状態、ラウンド10のスタートですね。さあここで、まあ、ノーセプションがラウンド取って、このラウンドも取ることができれば、はい、6ラウンドでマッチポイント、 DNG が取ればまた5対5というような形になりましたね。そうですね、まあ、先ほどのラウンドに関してはアロエリーナがクラッシュを入れてきていて、通常であれば TNG がやりたいような攻め方のところに対してピンポイントで阻害してきていって DNG の攻めが通らなかったっていうところも側面もあるので、まあ次のラウンドにかかるときに DNG が自分たちのやりたい攻めができるかどうか、そのための構築ができるかどうかってところにかかってると思いますね。まあ、あの攻め方をするのであればサッチャー火花積んで結構現地に対して早い段階で車線敷いていってもいいとも思うんですけどね。現地からのカバーっていうところ、現地からクラシックホールだったり現地から踊り場へのカバーっていうところを極力減らすような車線の敷き方をしていけば、クラッシュだったりとか、はい、そのクラシックホールに出てきてピークをしてくる選手に対しての対処っていうのはかなりしやすくなるのではないかなと。でそして DNG が得意としている1点突破の現地に対してのアプローチといったところの攻めも通りやすくなるのじゃないかなと僕は思いますね。本当に1点突破することができれば DNG ラウンド取ってますからね。そうですね、とんでもない破壊力ですよね国内トップと言ってもおかしくないぐらい破壊力、ノラ連合と、まあ、同等かもしくはそれ以上と言ってもおかしくないぐらいの破壊力を持ってますからね、はい、そうですよね、前世紀ノラ連合以上の破壊力今のところ見せてくれましたよね。見せてくれてますからね、はい、本当に、まあ、OGA でもあったリキッドのように一人やられてももう一人がノータイムでカバーしてくるん で、うん、突破されてしまうっていうのが DNG の攻めでも見れるので、嫌顔にも突破されてしまうんですよね、防衛としては一人落としてもですからね、はい、あそこに関してはそれが刺さってこのラウンド取れるか、ノーセプションが取って6ラウンドマッチポイントいってそのままサードマップに行くかどうかというところですかね、はい、かなり長い時間
今9時間ぐらいこの2チームとも戦ってますか、かなり長丁場になってきて体力とか精神面とかの疲労も激しいと思うんですけど、その中でこのクオリティですから、ね、そうですね1ミスも許されない中で、ほぼミスしてないですからね。本当ですよね。本当にミスってミスがないんで、僕らとしてはかなり、もう見てる側としてはかなり面白いです、はい、ミスで取れたラウンドじゃなくて、それぞれのチームがそれぞれのチームを、はい、いいところでラウンドを取得していることが多いんで、はい、本当に日本代表になれば、うん、まずは APAC、はい、ただ APAC も、まあ、本当によく見るチーム、そうですね、勝ち上がってますからね、韓国はクラウド9、東南アジアはメンバー勝ってますけどザビア、はい、そして、オーストラリアはフナティック、はい、まあ、今回のラスボスはフナティックでしょうねどう考えてもフナティックですね、はい、あ、まあ、今コメント欄にもマグネットがちょくちょく来てましたけれども、はい、まあ、ノリオさんもいた時ですかね、そうですね、マグネットが来て、まあ、日本優勝候補聞いたら、まあ、3チーム挙げてましたね。そうですね、まあ、ノラレンゴ、サイクロプスアスリートゲーミング、そしてもう1チームがデトネーションゲーミング、そうですね、この3チームの中のどこかだろうというような話はしてましたから、うん、なぜかまでは聞いてないんですけどね。そうですね、なぜかまでは多分答えてはくれないでしょうね。そうですねめちゃくちゃ聞きたいですけど、ね、めちゃくちゃ聞きたかったですけど、フナティックのキャプテンの、まあ、ただフナティックも、2人メンバーチェンジ、はい、ヒステリックス、さらにはシニスターからテックスを持ってくると、メンタリストですね、あ、メンタリスト、メンタリスト、はい、さらにはテックスと、はい、いうような形で入って、まあ、テックスの、動き僕も見たんですけれども、シニスターでもやはりちょっとズバ抜けてるような打ち合いの強さを見せてましたね、はい、フナティックでのロールに、でフナティックでのロールっていう観点で見ると、なんか強化版リズラズみたいな感じがしましたよね。ある程度どこでもやりやすそうな形になってますね、うん、かなり頭の柔らかい選手なのかなっていう印象は強かったですね、はい、まあ、さらには突破力も追加されて、バーチューテックス、はい、この2人で突破されるともう恐怖でしかないですよね。でその後ろにマグネットがいて、ああみたいなまあ APAC 行って、ぜひともこのフナティック、さらにはクラウド9ザビアも落として、10日間開催のこの、シックスインビテーショナル、まあ、レインボーシックスシーズの大会では一番出たいプレイヤーとしては大会ですからね。一番大きな大会ですよね。1年、まず1年間かけてのチャンピオン決まりますから、はい、まあ、今回は、まあ、僕個人的な趣味もあるんですけど、ラテンで一番強いかなと思ってリキッドも OGA ピットで優勝して入りましたし、ラテンも多種多様な、戦い方持ってくるチーム入りましたし、まあ、さらには、EU もエンパイア、GIG というチームもナビも入ってますし、はい、NA も本当に、まあ、あともう1チームどこになるかっていうのも気になりますけれども、うん、レシプロシティもいますし、ダクゼルもいますし、まあ、ちょっと今までの力を見ると SSG 有力候補かなっていう気もしますけどね。どのチームが入ってくるか気になるところですね。そしてエアロルフとワイルドカード、はい、この2チームはどこまで仕上げてくるか気になるところですね。特にエアロルフに関しては軸だったメンタリストが移籍した段階になってくるの で、ね、サブだったジョーダンがスターティングに繰り上がりになるのかなと予想される中で、どのような仕上がりをしてくるかですよね。さあスタートとなりますね、はい、ゲーム画面に切り替えていきましょう。10ラウンド目からのスタートとなります。デトネーションゲーミングが4ラウンド、ノーセプションが5ラウンドを取ったタイミングでのリホストとなりました。ラウンド10からの再開です。マグネットも DNG が優勝するって予想もしましたけど、事前に僕フリーダさんとお話ししてるときに、フリーダさんもラテンが強くなった理論であれば DNG 最強なんじゃないみたいな、まあ本当ですよね、話をしましたよね。本当今のところ勝ち上がってるのは、まあ、ノラレンゴ、デトネーションゲーミング、サイクロプスアスリートゲーミングで1点突破の突破力がかなり強いチームが勝ち上がってきてますね、うん、まあ、まだガッツゲーミングは見れてないのであれですけど、そうですね。さあその1点突破がこのノーセプションにも刺さるのかどうかです。ダイニングルームキッチンを選択してきたのがノーセプション。アタッカーズ need to locate and defuse bombs。 いや、この DNG の1点突破は本当に
なんか見てて気持ちいいというか、そうですね、すがすがしさすら覚える一点突破ですよね。突破力、この一点突破をするときの攻め方にありがちなのが、なんか誰かと誰かが見る射線が被っちゃって、あ、そうですね、一気にキルログ重ねられて人数不利を大きく背負っちゃってっていうのがありがちなんですけど、 DNG に関してはそれがあまり見受けられない、はい、ですし、的確に敵のいる位置いる位置1枚1枚キルカットしていくことで、もう本当に攻め綺麗に通してますよね。別射線に対するカバーも本当に綺麗に入りますからね、はい、渋滞することはないっていうのはかなり洗練されてる一点突破っていう感じはしますよね。気持ちいいですね、見てて。さあ今回も5人同じ、同じ場所で湧きました。さあ1階の窓はとりあえず開けるような形ですね。そしてユラはそのまま平面入っていきそうな形、フェバーは地下に入りましたね。これかなり早い段階で2階は一切関わらず、2つのライブドローンでフェバーが上がっていこうというような感じでしょうか。かなり早く現地に対して、はい、プレッシャーかけてますね。まあ、それによって2階を下がらせることが目的かもしれませんが、はい、2階はノーセプション守ってなさそうですね。そうです、平面で狭く今のところ守ってますね。で現地に対して少し意識を向けさせたところで2階の突き下げの段階に入ると、順序を少し変えてきた形ですよね。相手の警戒をさせてうまいタイミングで、はい、まあ、誰もやられずにそのまま DNG は2回取ることできそうです。ただノーセプションも1回広く守っているので、2回開け落とすのはそこまで、まあ、想定内だったっていうような感じですかね。そうですね、自分たちのプラン内という印象はありますね。さあここから突き下げが入りますが、 X もいますね。さあここパルスがいるのがバレました。いやー、 C4、ここはアンチオペレーターの IQ に刺さりました。分かってはいたんですけれども撃ち落とせなかった。リロード、怖いですね。さあただ突き下げはそのまま続行させます。ノラ連合ファブゲーミング戦でもありましたけれども、その2チームは現地にほとんど入っていませんでしたが、ノーセプションはかなり現地にも入るような形なので突き下げはある程度刺さるとは思いますが、今のところ誰もやられてはいませんが、頭1個見えたところヤフーが打ったんですけれども隠れられてしまいました。さあレイラはまずは射線を開けるような形を取りましたね。さあ割れることが分かりました。ただフェバーがここは現地にいた X を落とします。レイラもアロエリーナを落とすこと成功、一気に人数有利が変わりました。コッパーヒットはここは、フェバーを落とすこと成功して 3-on-3 なんですけど、そのまま現地に入ってきたのが DNG です。スピークイージの位置はバレたでしょう。そのまま設置入りますが、ガスグレネードによってヤフーがただここレイラを落としてしまった。ディフューザー持ちです。そのままコッパーヒップを見つけましたが倒すことはできず、さらにはスピークイージーもニアで待っています。設置は通りそうですが、ここはユラがダブルキル、ワンオンワンです。残るはスピークイージーオンリー。ただこの立ち回りは綺麗です。カメラも見られていなかった。さすがですね、解除しています。ただ見ています、ここも音を聞いているユラ。いやー、いい立ち回りです。ここは上がっての、ただこれリーチはバレたでしょう。どちらが勝つか、ユラは素晴らしい冷静です。ボムの隙間からスピークイージー落としました。乗ってる時のユラの1対1は必ず勝ちますからね、うん、無敵ですね。だ今のラウンドノーセプション側コッパーヒップは現地に入ってきた敵と打ち合っている時に、そのキッチンの小部屋というかヘリのところにいたスピークイージーが同時に打ち合ってあげるとなお良かったかもしれないですよね。 そうですね、あの場面設置を通してしまうとどうしても DNG 有利の場面になってしまっていたので、それを事前に防ぐ上ではスピーク維持も同時に打ち合ってあげられれば今のノーセプションが取れたかもしれないですよね。ちょっと位置が追えてなかったってのもあるかもしれないですけど、はい、まあ、これで5対5と次のラウンド取った方がマッチポイントを取ります。
まあ、サードピックということもあってノーセプション取られてしまいましたが、ゴーヨーからエコーに変えてさらには記念と、かなりノーセプション、防衛地点を転々とするというか、かなりフレキシブルに切り替えていますね、はい。まあ、DNG はそれに対応するオペレーターを持ってこなきゃいけないので、ある程度固定されるような形かなというような感じですが、はい、今回ユラがバック、フェバーが圧縮になりましたね。おただ打ち合いが強いオペレーターが勢ぞろいしています。欲しいものも全部持ってきた感じ。ゾフィアもいますし、バックもいます、アッシュもいますし、ライオンも入っていますから、爪色のサポートもできる。そうですね、1点突破する際の E1T はノーセプションに対してどのように刺さるかですね。今の段階でもう根拠自体はそんなにないですけど、かなりぶっ刺さるような予感はしてますね、はい。ボルズがクラシックホール、さらにはまあ S 側からの進行をほとんど全部見れるようなポジションに位置取っています。今回は DNC 割と序盤は広く下から取っていくような、先ほども下から足の突き上げが入ってましたね。まず下を取って、下から突き上げを入れた上で敵のいる位置を限定させてから1点突破するんですかね。まあ、先ほどは突き上げている最中に、スピーク維持の文字ですかね、赤貝から降りてきて潰されてしまいました。さあこれで位置はバレましたが、オペレーターがいないので潰すことはできません。下からの天文界爆上がりですかね。ただグーマインを踏んでしまいました。これで位置はバレたんですけど、天文界今ノーセプションいないですか。階段自体がいなくて、そのまま机裏にはいないことがバレましたが、1人入ってますね、上から見られています、落とし戸。ここは X、 やはりここは1人抜いて、さらにはもう1人も抜いていった。マリンスカイ揺らが落ちます。上から見られている、ここはヤフ天文会でどうすることもできないですが、フェバーがエクスを落としまして、そのままいいタイミングですね、レイラが落としていつの間に 3-4-2、 スピークイージー、コッパーヒッポが落ちます。残るは現地にいるボールズ、さらにはアロエリーナ。さあ天文会、さらにはベッドにいることがバレました。最終的には天文から詰めてくるだろうという判断ですが、フェバーの位置が置いていない。体力フェバーわずかではありますけど、挟み込みには行く感じします。挟み込みはしなさそうですね。しなさそうですね。天文に3人入りました、はい、天文ベッド側に3人と。ただ1人降りました、いや戻ってきました、ね、1人降りて、アロエリーナがただフェバーを落としました。180度でクロスは組めていますが、ボールズが正面の打ち合いをしなければいけません。ここ抜かれると一気にですが、ボールズ耐えていますが、ここはそのまま突っ込んできた。残るはアロエリーナオンリーです。見られているぞ。インパクトで1人落ちます。残るはヤフー、どちらも体力はほぼゼロです。いやー、ハンドガンヤフー、ジャパンリーグでも見せたクラッチマスターヤフー。打ち合い強いっすね。打ち合い強いですね。すごいな。ここ重要なラウンドだったんですけれども、はい、しっかりと DNG 取り切りました。今回も1点突破のような形で天文界から一気に入っていったと。押す方向がチームとしてどこをプッシュするって、どこからどのタイミングでどこに対してプッシュするっていうのは、かなりチームで全体でうまく共有できてそうですよね。最終的にどこからプッシュするのかが本当に決まっていましたね、はい、かつシンプルなので、その詰める方向とか見る方向をそのチーム全員それぞれが迷わずに済むんですよね。なのでかつシンプルかつ効率的な、考えるうまく DNG の特性を生かせるように考えられた攻め方だと思いますね。この DNG の攻めは、このままラウンド取って DNG が2マップ取るのか、ノーセプションはクラッシュを見せて文字にスピーク位置が変更しました。それを見てかマリンスカイが、ブラックビアードからサッチャーに変更していましたね。ただマリンスカイちょっとモンターニュの影もちらつかせていたので、仕方なくのサッチャーなのかもしれません。
上のレイラーがかなり早い段階でエッジの補強壁を割れるようなサポートの動きを取り入れるのかもしれませんね。下の取りに関しては比較的スムーズに体力もリソースも咲かずに取れているので、下は3枚で取り切れるだろうという予測のもと補強壁を素早く開けようといった狙いがありそうな感じですね。まあ、レイラ、マリンスカイでユラフェバヤフの 2-3 構成に最初はなるかもしれなさそうですね。ただユラ今回これはエクストバッティングするか。いやー、ユラのワンオンワン能力、これは乗ってる時のユラですね。このワンオンワンの強さはちょっとどうしようもないです。フェバがそのままベッド入りましたね。これはもう1階には行かず、さあこれはちょっとボールズも下がらざるを得なくなりました。これでまた局所的な爪が DNG 強いです。強い、早い。天文界ももう下がらざるを得なくなりました。天文階段も取って天文もそろそろ取れるでしょう。下からに関してはマリンスカイが見ていますか。いいロックですね。引きロックもしっかり入れて一人地下に降りるしかなかったんですが、いやーユラがここはコッパーリッコも落とす。そのままユラがトリプルキル、アロリーナ落としました。テーバーがボルズも落としてスピークイージが一人持っていきましたが、一回寝ることがバレました。そのまま詰めてくるのが DNG なんです。そのまま詰めてきてヤフーが最後はガジェットで落としました。これが DNG の最終的な強み。最後は粉砕でしたね、ノーセプションの周りを。いやラテン地域かと思わせるような DNG の一点突破。強い、速い、正確、そして効率的、そしてユラの101。素晴らしい。 DNG の魅力がたっぷりと詰まった1ラウンドでした。これによって DNG は7対5ビラも勝利したので2対0で、DNG は明日のデイ2に進出となります。GG。これで吉本ゲーミング、ラミー、マイストーリー、さらにはパブゲーミング、ノーセプションがデイワンで敗退というような形になりましたね。はい。そして勝ち上がったのがウィナーズに勝ち上がっているのがサイクロプス、アスリートゲーミング、ガッツゲーミング、ノラ連合、そしてデトネーションゲーミングと、うん、本当にどのチームが上がってもおかしくないトップ4になりましたね。そうですね。まあ、このあとトーナメント表が多分出ると思いますが、いや、 やはりこういう DNG の一点突破の能力、見てる車線も本当に綺麗ですね。本当に綺麗なんですよね、リプレイで見ても、うん、それぞれが被ることなく、それぞれ見るべき位置を的確に見て、見るべき位置からカットしていくことによって、 DNG のなんていうか攻めの綺麗さというか、ある程度の雑さっていうところがもう解消されている気はしますよね。ただノーセプションも、まあ、本当メンバー変更などもつい最近もあっての、はい、1ヶ月2ヶ月でこの仕上がりですからね。プロリーグチームと本当に対等に渡り合っている今後もしプロリーグに、まあ、次のシーズンぐらいですか、はい、から入ったとしたら、そのまま1位2位に入ってもおかしくないぐらいの強さ持ってますからね。爆発力とそのままいけば間違いなく筆頭候補ですね。まあ、ここ6インビテーショナルの日本予選では惜しくも敗退となりましたが、今後の活躍が期待されるノーセプションですね、はい、さあそしてデトネーションゲーミングは明日野良連合と戦うこととなります。まあそうなるとユーラ対メリウス、うん、気になりますね。気になりますね単純な打ち合いで見るとユーラメリウスフェバーヨシンゴ、かなり気になります。